はい。産福祉師、社会合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理師などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福師、社会合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年版社会福祉士合格テキストの11回目となります。今日はですね、社会理論と社会システムの科目社会問題ジレンマについてやっていきたいと思います。2024年版社会福祉士合格テキストの11回目です。社会理論と社会システムの科目から、社会問題ジレンマについてです。1番です。社会病理や逸脱に関する理論について。 犯罪を犯して初めて一人前として認められる、盗品を売り,売りさばくルートを持つといった非公開文化が犯罪多発をもたらすという理論を何と言うでしょうか文化学習理論と言います。これはですね、ショウとマッケイさんが、まあ、表した理論となりますね。え、ちょっと難しいんですけれどもね、えー、ここにある通り、文化学習理論というのは、 投品を売りさばすくルートを持つといったえ非公開文化が犯罪多発をもたらすという理論となります。2番です。犯罪は行動だけではなく動機や正当化の言い訳も含めて他人から学び、その内容は、と、えー、イコール所属する集団により異なるという理論は何でしょうか 文化的接触理論と言います。これはサザーランドさんが言ったものですね。3番です。破損階級の少年は地位に対する欲求不満を抱えています。欲求不満の一つの反動形成が非行という福祉文化を生み出すという理論は何でしょうか反動形成論と言います。これは高円さんが言った言葉ですね。4番です。 高少年は常に非合法的な文化に身を置いていてるのではななく非合法的な文化と合法的な文化の間を漂流しているという理論は何でしょうかドリフト理論ですね。漂流理論とも言います。これはマッツァさんがまあ言った理論ですね。5番です。地域社会にある文化摩擦に着目し、 社会解体がその地域の犯罪などを生み出すと見る捉え方の理論は何でしょうか社会解体論と言います。これはトマスさんが言った理論となります。6番です。人は本来逸脱する可能性を持つ。それを制御する力が機能障害を起こした時に逸脱行動に走るという理論は何でしょうか 社会統制論と言いますね。これはハーシーさんが言った理論となります。7番です。規則に反した人にラベル、レッテルを貼ることで、逸脱者とみなされ、逸脱者としての行動パターンを取るようになるという理論は何でしょうかラベリング論と言います。これはベッカーさんが言った理論ですね。8番です。社会問題は、 ある状態を解決されるべき問題とみなす人々のフレーム申し立てと、それに対する反応を通じて作り出されるという理論は何でしょうか放畜主義と言います。これはスペクターとヒッセさんが言ったまあ理論ですね。放畜主義と言います。9番です。1枚の割れた窓ガラスを修理しないで放置しておくと、 建物が放置されていると思われ、ゴミが捨てられます。そういった周囲の環境の悪化が犯罪などを生み出しやすくなる。という理論は何でしょうか割れ窓理論と言います。これ結構有名ですね。えー、ケリングさんが言った理論ですね。まあ、要するにですね、あのー、まあ一枚の割れた窓ガラスを修理しないで放置しておくと、まあ建物は放置されているように思思いますよね。 なので、ゴミを捨てても、まあ、別にいいだろうと思いますねいや。そういったですね、周囲の環境の悪さが犯罪などをしても、まあ、いいだろうと。犯罪をしても、あの、犯罪が生み出されや、生み出しやすくなるという理論ですね。これを割れ窓理論と言います。10番です。環境破壊の被害を社会的弱者だけが受けることのないよう、また、環境負荷を公平に分担すること。 を何と言うでしょうか。環境正義と言います。11番です。利益や便益は受けつつも、自らの居住地は環境破壊の影響を受けることがないように主張することを何と言うでしょうか。任備と言うんですね。NIMBY b n i ですね。NOT IN MY BACKYAD。ということで、ここにある 書いてある通りなんですが、利益は便、利益や便益は受けつつも、自らの居住地は、環境破壊の影響を受けることがないように主張すること、認否と言います。12番です。配偶者や恋人など、親密な関係にある、またはあったものから振るわれる暴力のことを何と言うでしょうか。ドメスティックバイオレンスですね。えー、DV と言いますね。 13番です。2019年、令和元年度の配偶者暴力相談センターにおける EV の相談件数は何件でしょうか ?119,276 件となります、えー。これですね。まあ、2019年、令和元年度なんで、まあ、4年前になるんですが、かなりね、ぐいぐい増えている件数となります。えー、2019年時点で119,276件あるということですね。 14万です。令和2年度調査、厚生労働省によると、児童相談所での児童虐待相談対応件数は何件でしょうか ?20 万5044件なんですね。これもですね、えー、かなり増えているということになりますね。令和2年度調査で、児、え、童、ー、での児童、えー、虐待相談対応件数ですね。20万5044件です。 15番です。童虐待検挙数、令和2年度の中で、虐待の種類で多いものから順に3つ答えましょう。はい。まず第1位ですね。身体的虐待ですね。これが82.3%で、まあ、かなりの数が、えー、身体的虐待となりますね。8割以上が、えー、身体的虐待です。 ついで2位ですが、性的虐待となります。これが14.0%。まあ、これも多いですよね。性的虐待が14.0%。そして3位が、心理的虐待となりますね。まあ、ネグレクトとかですね。そういったことですね。それが2.2%となります。16番です。虐待の加害者では、養、えー、親、ママ親というんですか、継、え、ぐ、ー、親と書いて、ママ親と、 実親ではどちらが多いでしょうか実親が多いんですね。えー、養親とかママ親とかが多いような気もしますが、実はですね、虐待の加害者は実親が多いとなります。17番です。厚生労働省の調査によると、日本の自殺者数で15年ぶりに3万人を下回ったのは何年でしょうかえーとですね、ちょい、 何十年か前までですね、えー、日本の自殺者数というのは、3万人を上回っていたんですね。で、15年ぶりに3万人を下回った年、何年でしょうはい、2012年ですね。平成24年のことです。この数字ですね、3万人を15年ぶりに下回った年というのは、ちょっと覚えておいてください。2012年です。18番です。2021年、令和3年は、自殺者数は何人でしょうか 2万1007人ですね。3万人を超えていた頃に比べてかなり減りましたが、まあ、令和3年ですね。2021年時点で2万1007人はいたということになります。19番です。1998年、平成10年以降、自殺者が急増したことを受けて、2006年、平成18年に何という法律が施行されたでしょうか 自殺対策基本法ですね。これが2006年、平成18年に施行です。20番です。2016年、平成28年の一部改正を受けて何を目指すことが自殺対策基本法で明記されたでしょうか誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現という文言が明記されたんですね。 えー、まあ、自殺対策基本法が2006年に、まあ、施行されたんですが、えー、その10年後ですね、10年後の2016年、平成28年に一部改正をされたんですが、そこにですね、えー、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現という言葉が明記されたというところまで覚えてください。21番です。2016年、平成28年の自殺対策基本法の一部改正では、 すべての都道府県市町村に何が義務付けられたでしょうか自殺対策計画の策定ですね。自殺対策計画の策定が都道府県市町村に義務付けです。22番です。都道府県政令市に何が設置されたでしょうか地域自殺対策推進センターが設置されました。 23番です。自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものは何でしょうか自殺対策、ごめんなさい。自殺総合対策大綱というものですね。24番です。この大綱では、自殺率を他の先進国の水準まで下げることを目指し、2026年、令和8年までに、 2015年平成27年比でどれだけ下げることを目標にしているでしょうか ?30% 以上の減少を目標にしている。これも覚えておいてください。えー、自殺総合対策大綱では2026年令和8年までに2015年平成20年の比で 30%以上を自殺率を減少させるということを目標にしているということですね。25番です。社会的、文化的に規定された性差のことを何と言うでしょうかジェンダーですね。26番です。男性と女性で異なる規範があることを指し、多くの場合、女性に厳しい傾向があることを何と言うでしょうか ダブルスタンダードと言います。27番です。女性が政治経済分野に参画し、どれぐらい意思決定に参加できているかを測るものを何と言うでしょうかジェンダーエンパワーメント指数と言います。ちょっとまあ難しい、あまり聞き慣れない言葉ですが、女性が政治経済分野に参画し、どれぐらい意思決定に参加できているかを測るもの。 これをジェンダーエンパワーメント指数ですね。28番です。リプロダクティブヘルス。これはですね、身体、精神、社会的に良い状態であることを言います。と、エンパワーメント、労働市場への参加という3つの側面における達成度の男女間の不平等を図るものを何と言うでしょうか。ジェンダー不平等指数と言います。 人と社会との関係についてやっていきたいと思います。29番です。個人レベルでの最適な選択が、集団社会レベルでは最適な選択とはならない状態のことを何と言うでしょうか。社会的ジレンマと言います。この言葉ですね。言葉の意味覚えておいてください。個人レベルでの最適な選択が、集団社会レベルでは最適な選択とはならない。 ということですね。社会的ジレンマと言います。30番です。市場を通じて行われる経済活動の外側で発生する不利益が個人企業に悪い効果を与えることを何と言うでしょうか 外部経済というんですね。えー、例えば、まあ、例なんですけれども、一部の利益が第三者に不利益をもたらす公害問題などですね。えー、公害問題というのは、まあ、一部の方が、まあ、一部の組織がですね、利益を上げているんですが、でも逆にですね、逆にというか別にですね、第三者に不利益がもたらされているということですよね。こういうことを外部経済と言います。31番です。 二人の囚人が互いに黙秘することが最も罪が軽くなる、得をするにもかかわらず、相手を裏切る、自白する方が得であると判断し、自白してしまうことを何と言うでしょうか。はい。これを囚人のジレンマと言うんですね。社会的ジレンマの中の、まあ、結構有名なもので、囚人のジレンマと言います。えー、これですね。米印ですが、 二人とも非協力行動を選ぶことで、両者にとって望ましくない結果になることですね。これ覚えておいてください。32番です。誰でも自由に利用できる図書館で、借りた本を汚して返却する人が増えたため、一部の人しか本を借りられなくなり、誰もが自由に借りることができなくなる。というようなことを何と言うでしょうか。共有地の悲劇。 ですね。コモンズの悲劇とも言います。えー、これ、米印ですが、個人が自らの利益のみを考えて行動することで、集団全体の利益が減少することですね。これも有名なんでね、覚えておいてください。共有地の悲劇、もしくはコモンズの悲劇と言います。はい、えー、今回ですね、試験対策として、社会理論と社会システムの科目より、 社会問題、ジレンマを取り上げています、えー。社会問題のところ、かなり難しい用語がね、えー、専門的な用語がありますが、えー、何,度も何度も聞き流しでね、よろしいんでね、えー、覚えてください。そしてこう、ジレンマとかジェンダーとかですね、えー、今回有名なところとか、まあ、試験に出るであろうところを上げていますのでね、えー、囚人のジレンマとか、社会的ジレンマとかですね、そういったところも、えー、押さえておいてください。 社会福祉の試験における必須の知識を整理して一問一答にこの動画ではしていますのでね、えー、何度も何度も繰り返し見て聞いてですね、えー、覚えてくださいね。えー、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、さあ起きた後の15分や20分でもいいのでね、えー、毎日コツ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 聞くことを見ることでですね、絶対に実力はつきますのでね、頑張っていってください。 はい、えー。社会福祉のテキスト合格テキスト動画まだまだ上げていきますのでよろしくお願いします。以上です。